今回は鍋家族の鍋家を紹介します。イソギンポ家を英名でブレンニーと言いまして、鍋家はエレガントをブレンニー、体色が青磁は鮮やかな黄色でした。色がエレガントというわけです。エレガントブレンニーというわけです。それから、イソギンポ家の特徴として背びれが一気、一気というのは第一背びれ、第二背びれに分かれていないということです。背びれの側上も柔らかく、軟上と繋がっております。軟上部と直上部が繋がっております。で、あとはこの細長い体型、それから丸くなく側変しております。平らですね、側方に平らです。これ側変と言います。マンゴチのような上から押し潰したようなのを縦変と言います。縦に扁平という意味です。これは側変です。あとは鱗がないというのもイソギンポ科の特徴です。鱗がありません。あとはこの腹びれが進化したグループに多い前方についています。胸びれよりも前方にあります。それがイソギンポ科の特徴です。あとはまた頭部から少し見ていきます。イソギンポ科の多くが眼状皮弁や尾皮弁、正中線皮弁、同じにある後部皮弁というのが、ある種が、まあ多いのですが、鍋科はそれらはありません。それが特徴です。で、目が大きくて高い位置にあります。高位にあります。それから、この、糞が急傾斜して、まるで絶壁に近いような形で、ここからここまで糞なんですけど、急傾斜しております。で、あとは、鍋科の特徴として、これ、イソギンポ科の特徴でもあるんですけど、串状の歯があります。と、脇にある剣歯が、ちょっとちらっと白く見えてますけど、串状の歯はちょっと見えづらいですね。いじってみますか。わかりづらいですね。それから、最高が小さく、ほんのちっちゃい穴なんです。これだけしかありません。通常の魚をイメージすると、こっから下にも、こう、あると思いますが、この、ここで終わっています。胸びれの第三軟条ぐらいまで、しかありません。胸びれは、まあ、13軟条ぐらいなんですけど、13軟条というと、まあ、鳥類としては少ない方かもしれません。13軟条のグループといえば、笛吹台科の笛吹台属とか、あと、マトウダイ、鏡ダイなどが挙げられます。まあ、そうやって、関連付けで覚えておくと、覚えやすいかと思います。ここに腹びれがあるんですけど、一極に何畳おります。一極に何畳ということです。あとは、背びれ。背びれの直上部。まあ、見えてるところから始まっています。で、ずっと繋がって、この、今見えたと思いますが、尾びれの直前まで繋がっています。で、尾びれとは繋がっておりません。尻びれは、ここから始まって、そのまま繋がって、やはり尾びれの直前。で、尾びれとは繋がりません。尾びれは単独で孤立しています。それが鍋科の特徴です。あとは模様としては全体的に黄色です。で、黄色ですが、頭部。からこの約前半部ですね、前半部に黒褐色の包帯があります。そのパターンとしては、だいたい目からこう目のここら辺から始まって目を通りまして、目の交際にも黒い帯があります。で、目から下方には2本の包帯があります。で、あとは頭部と体側前半部に7、8本、個体にもよりますが、一桁の後半部ぐらいの数があります。体側の、今のは前半部
でしたが、まあ、前半部といっても、この肺胞にはやや後半部に及んでいます。で、体側部、後半部には、斑点見えますでしょうかね。骨褐色の斑点があります。厳密に言うと、この個体では前半部にも及んでいます。多少あります。頭部。頭部は、この個体では、骨褐色斑ですか、あるように見えます。大体でも、成人の、まあ、生きてるときは、この頬のあたりというのは、白い複雑な模様がある個体が多いです。で、その隙間が褐色に見えます。まあ、この個体はちょっと死んでしまってて、逆にその骨褐色の斑点、あるいはちょっと虫食い模様みたいな、そういう感じで見えています。それと、この胸びれ基部に繁殖体ありますね。骨褐色体ですね。あと、まあ、生きてる時の色なんですけど、この背びれの付け根付近に、背びれの、中なんですけど、背びれの付け根に近いところに白色点がある体もよく見受けられます。場合によっては尻びれの方にもその白色点があります。そのような個体がちらほらいます。時には体側にもその白色点が出ている場合もあります。それと今この骨褐色体を縁取るような形で白で縁取られてたりする場合もそういう個体もいます。その変異は、色彩の変異です、模様の変異です。それから、まあ、婚姻色なんですけど、オスは、まあ、頭部の方、前方から黒くなっていくようです。で、場合によっては、まあ、全体的にこう、黒くなってしまっているのもいます。あ、まあ、オスの場合は、頭部がもうちょい、こう、シイラのオスのように、こう、頭部が盛り上がります。そのような傾向があります。オスの成長した個体だと、そのような傾向があります。それから、まあ反対に、幼魚。幼魚の場合も、黒っぽい色が目立ちますね。こう、前方の黒いという傾向があるようです。あとは、そうですね。この、細胞が小さいということは、呼吸に不利なわけです。なので、釣って、バケツの中に入れておいても、水汲みバケツなどに入れておいても、弱るのが早いかもしれません。口も小さいですから、口から入れて、細胞に、水を抜くという作業がしづらいわけです。それから、側線口、鍋顔の場合、まあ、0から1です。側線口あっても1個です。ないものもいます。通常、まあ、何かに隠れて、貝の中に隠れていたり、石の穴の中に隠れていたり、あまり外を出てる時が少ないということもあって、側線があまり発達していないのかもしれません。通常遊泳している種類だと、側線というものは、欠かせないと思いますが、穴の中に隠れているということで、あまり必要ないと考えられます。ということで、今回は鍋蚊を紹介しました。ありがとうございました。